さあ、これはなかなかいいんじゃないですか、うん、ねえ、さあ、それでは、早速聞いてみましょう。このセリフに、壇蜜さんは感じるんでしょうか。ねえ、何してくれるの？怖いよ。あ、ねえ、それ指じゃないよね。これは、これは感じましたね。感じましたよ。感じたってことですね。感じちゃいました。はあ、そういうのもあれなんだね。想像をかきたてるっていいんだろうな。ねえ、これ、うん、早速1通目のラジオネーム、後ろの方から何か来る、うん、作品ね、目をつむって気持ちいいことだけにさ集中してごらんっていうことですが、はい、これどの辺が。そうですね、うん、こう優しく、うん、あやされてる感じが、うん、身を任せたいんですけれども、うん、目をつぶってっていうところで、うんうん、視界が遮断されちゃうんで不安なんですよ。なるほど。それをなんか包み込んでもらいたいがために感じたいっていう気持ちが強くなってしまいました。はぁ、そっか、目をつぶってから指だかなんだか分かんなくなっちゃったね。幸先いいですね。すごいね。私の中では先生が支持するあの棒でした、うん、え、あ、支持するやつ、はい、あの棒、お天気の時使うですね、刺すやつね、あれでした。あんな細いので、はい、冷たかった冷たかった冷たかったいや、いいですね、うん、これはちょっといいですよ。いいね、感じまって、早速1個、うん、もう俺あれ書いていこう、正の字、うん、ね、ここに書きますここに、あ、胸、おっぱいに今書きました、ね、右のおっぱいに書いてくれましたよ。今おっぱいに書いてます1個、うん、1個来ました。じゃあ続いていきましょうか。続きまして、神奈川県服部三世の感じるセリフ。服部三世、はい、いきます。はい、これから君をブラインドタッチするよ。さあ、これはどうなんでしょうか。それでは、壇蜜さん、何でしたっけ、さあ、このセリフに壇蜜さんは感じるんでしょうか。ねえ、L なの ?R なの？ねえ、L なの ?R なの？それ、どっち？あ、R なんだ。感じた。何よ、すごく感じてるよ。これはまた、っちゃうよこれ、感じもてん。ねえ、もう2個目ですよ。もう2個目いった。2個目いきましたね。いってますね。はあ、さすが感じ立ちしてきただけのことありますね。すごいね。そうですね、結構感じやすいですね。そうですね、1行をやっぱり3行ぐらいに自分で変換するので、うんうんうん、これから君をブラインドタッチするような一言だけど、はい、それをもっとこう自分の中ではで、あのキーボードの配列を考えて、はい、L なのか R なのかで近いんだ、L なの R なのどっちなの、そこを想像しちゃった、はい、そしたら R だったことで行っちゃいました、うん、行っちゃった、はい、L だったら L だったら行かなかったかもしれないんですけど、だから R がすごい自分の中で気持ちいいところなんだろうね、はい、押されて、ね、あ、しまった。これちょっとちょろいかもしれないぞ、すごいな今日、うん、ラジオネーム、うどんの粉、深夜生放送、壇蜜、これに勝る組み合わせはないですね。ありがとうございます。この日のために、お泣きにした甲斐がありました。ありがとうございます。同じことしてる人がいる。ああ、そうなんですよ。先週もいたんですよね、うん、やってるって。ラジオネーム、イカれたマンボ、壇蜜さん、ティッシュ足りねえよっていう。届けたい、目の前のティッシュ。届けたい。目の前にあるだもんね、ティッシュが。届けたい。あ、でもあなたのティッシュになりたいって言いたかったのかな。あどうでしょうね。これだけど、うん、これから君をブラインドタッチするような1行だけをね、はい、3行ぐらいに壇蜜さんが勝手に膨らまして感じちゃうわけだから、はい、これ何言ったって大丈夫な感じもしてくるけどね。そうなんです。だから、できるだけ、膨らませさせてくれるようなものが、うんうん、リスナーの方も膨らんでくれるんじゃないかなって思います。なるほど。ちょっとこれは次結構短い作品ですけども、大丈夫かな？やってみます。やってみます？はい。ラジオネーム、全、よしおと書いて、よしよしお。横浜市、48歳男。よしよしお。よしよしお。よしよしお。48歳ですから。48歳。よしよしお。いきますよ。はい。うん。た
食べてもいいんだよ。これだけなんです。これだけなんです。これだけなんですが、このセリフに壇蜜さんは感じるんでしょうか。ねえ、食べていいの？よしおの食べていいの？食べちゃうよ。よしおのシャウエッセン食べちゃうよ。シャウエッセン。あ、パリッとしてた。あ、パリッとしてた。また。もうすごいよ。もうだって。3作品連続ごめんなさい、ちょっと吉尾のシャフエッセンがどうしてもすごいじゃん。そこまで想像しちゃうんだもんね。食べてもいいんだよだけだよ、はい、これだけですよ、はい、この一言でもう感じちゃう。そうなんです。吉尾の森の香りだったら感じなかったんですけど、シャフエッセンだから感じちゃったのかもしれない。これやばいよ、ちょっとちょっと今日ガクガクですもん。ちょっとなんだろうなもう感じやすくなりすぎちゃってて、うん、何でもよくなっちゃうから、はい、これだけど今も3つでしょ、3つ結構いっぱい来てるから。だってものすごい来てんじゃん。それパーフェクトいけねえ、パーフェクト。なんだろう、言葉のドリームシャワー狙ってみます。ドリームシャワー狙ってみますこれ調子いいよみんな今のところ。でもこれって感じなかった方が嬉しいんですか、うん、それとも感じた方が嬉しいんですか。いや、それは感じた方が嬉しい。いや、嬉しいは感じた方が嬉しい。感じた方が嬉しい。よかった、うん、なんか本能のままに行って放送にならなかったのが一番怖いなって思って、うん、いやいや、だって本来俺たちが予想したのは壇蜜さんっていうのはそこら辺のねエロとは違うと、うん、だから結構難しいんじゃないかと。そう、普通のことでなんか感じないから、ちょっとやっぱいろんななんか趣味がありそうだし、だからちょっと変化球で行った方がいいんじゃないかとかいろいろあったのよ。やっぱりリスナーさんのセーフティーネットなんで壇蜜は。あ、セーフティーネットなの。はい、セーフティーネットなんで。いけるね、じゃあこれ。はい、ね、いけるかもしれない。結構じゃあ普通の、この辺はどうなのかな。じゃあ続いていきましょうか。続いて、ラジオネーム、チュリスケ。チュリスケ。うん。おい、俺の大じゃ、なだめてくれよ。俺の大蛇をなだめてくれよって。これはちょっとまだ今は違いますよね。ちょっと違った感じ、うん、ちょっと違うけど、これどうなんでしょうね、うん、さあこのセリフに壇蜜さんは感じるんでしょうか。そんなに私の声でいきり立っちゃったんだ。静まって静まって、ほら2013年の江戸でしょ。また感じちゃった。また感じたよ。この感じじゃん今。これは、うん、どちらかというと、うん、なんかこうなだめたいっていう母性が発動しちゃったんで、あ、丸にはしたんですけど、あのとりあえずこうなだめなきゃっていう、あの献身的な心が先に行ってしまいましたね。なだめる方だもんね。じゃあ正解でもないんだね本来。三角かな。三角だ、三角、うん、そう、これ怪しいね。怪しい怪しい。こういうのあんまだね。なだめるとおかしいもんねやっぱね。でこれ一応正解の音楽出たけど、これダメね一応。まあ、ダメにしましょう。ダメね、うん、はい、これはもう一つだね。しょうがないですね、うん、なるほど、うん、あ、面白いなこれ。あ、また今のはちょっとこうなんかさ、おい俺の大蛇なだめてくれよみたいな、うん、ちょっとなんか荒っぽい男の感じがするじゃない、ね、はい、今度は、はい、こういうのどうだろうな、好きなのかな、うん、いや、いいかもしんない。ラジオネーム、はい、花瀬隆。花瀬隆さん、うん、はい、いきます。忙しいくせにこんなラジオに出てんじゃねえよ、体壊しても知らねえぞバカ。こっちのパターン、これか、こっちのパターン、うん、さあこのセリフに壇蜜さんは感じるんでしょうか。でも隆のために頑張ってるのねえ、もっと夜壇見て、夜壇見て、チャックの音もう一回聞く。あれ、おこれは、そうですね、感じた、感じました。頑張りすぎだよっていうのは、なんかこう皆さんに時々言ってもいただく言葉なんですけども、うん、特にそうやって、うん、あのラジオに出てるな、出るんじゃねえよみたいな、ね、うん、ラジオに出てんじゃねえよ指定をされちゃうと、うん、
もうなんか、あ、私のこと見ててくださってるんだなって思って、体壊しても知らねえぞバカみたいな、はい、こういう言い方なんだけどちょっと優しいみたいな、はい、そんな方に限って、うん、ヘタピなおかゆ作っててくれるんですよねなるほど ね、 そういうね、生米じゃないこれっていうわかるわかる、確かにわかるわそれ、はい、でも男性の看病ってすごい私、うん、あのずっこけで好きなんですよ。前あの風邪ひいた時に、うん、あの付き合ってた彼が、うん、あのキムチと、うん、チキンラーメン作ってくれて、キムチとチキンラーメンを、うん、で食卓の上に出してくれて、何その組み合わせで風邪で食欲ないだろうから、うんうん、これだと思ったってすごいねそのセンスね、チキンラーメンとキムチって風邪だよそれも、あそういうのちょっと可愛いんだ、はい、なんか何これみたいな、食えねえよとかなんないの、いやもう喜んで食べようとしたんですけど、さすがに体がついてこなくて、風邪ひいてんだからねそんなのさ、味の濃いのさ、どっちも。ダンミスさんってさ、なんかあれだよね、なんだっけ、調理師、はい、調理師、そうだ、はい、うん、料理すごいうまいんだ、家で作る、そうですね、家で作る、今あとはまあ少なくなっちゃいましたけど、忙しくてね、でも家事は好きなんですよ、うん、やっぱさ、よくこれお母さんが言う言葉なんだけどさ、うん、はい、自分一人のために作んないっていうのよ、うちの親とか、うん、昔から、ね、だからすげえしょぼいもん食うの、あの俺たちがちょっと大人になってきてから、はい、なんか夕飯とか食べなくなって帰ってきた時に、うん、もう本当にさ、ご飯と味噌汁とおしんことかで、ね、ご飯食べてるね、うん、わかるわかる、そう